とまあそうして森の中をさまよっていた俺だが、陽光を浴びる立派な大樹を発見したことで少々面倒な目に遭うことになった。この世界にはドライアドと呼ばれる種族が存在する。ゴブジー曰く、知性ある種族のオスを誘惑して自らの養分にしてしまうそうだ。ドライアドにはメスしか存在せず、皆例外なく優れた美貌の持ち主なので、その魅力に抗えない男が後を絶たない。わしも死ぬ直前まで会いとうないの。鼻の下伸ばすな。で、なんで今そんなことを思い出してるかというと、そのドライアドが俺の目の前にいたりするからである。何もしないから、お話だけでもしてってね。彼女の視線一つ、吐息一つ、汗一つに至るまで、全てチャームの魔力を秘めているかのようだった。分かっていてもあれが反応してしまうのは、前世はともかく今の俺が未経験だからだ。仕方ないのだ。このまま流されてしまえば養分にされてしまう。それは絶対に避けたい。だからこれまで一度も使ったことのない能力を使うことにした。すごいドライアドさん、いただきます。もう君って乱暴なんだね。でもいいよ。その後5時間、俺たちは血の滴るステーキを貪るように欲望を食い尽くした。すっごくよかった。また来てね。気が向いたらね。いつまでも待ってる。何がどうとは言わないが、最高でした。